はい、PS4 版ウィンリポスト82016実況を始めていきたいと思います。現在2000年8月1週ですね。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、今日もねお茶を飲みながらマイボトルで進めていきたいと思います。さっきねちょっとねミステイクをね繰り返してたんですよ。PS4 版ウィニポスト82016実況始めていきましょうっていうのがなかなか言えなくてね何回も噛んでやり直したんですけど、やっぱり意識したら噛んでしまうんですよね。意識しなかったらね、普段は僕はそんな噛まないんですけどね、実況となるとねなんか意識してしまってね噛んだりしますね。はい、さて始めていきましょうか。そういえばね、青い弾丸とねサイレンスズカがキングジョージでぶつかります。キングジョージ6世だよね。僕はキングジョージ4世ってね勘違いしてたんですけど、キングジョージ6世クイーンエリザベスステークスかな。まあ、そしてグラスワンダーの方がね能力衰えてきてしまったんでね、ジャックルマノワ賞厳しいかもしれません。ローゼングルブか札幌記念と、このままも能力落ちてきたんですよね。狂気がねこれねスピード A に上がってきたんですよ。だから G1 の方をね挑戦させていきたいと思います。インターナショナルステークスね、英国の結構ねレベルの高いレースなんで期待ですね。スープカレーエルムステークスと、まあ、スープカレーもこれカレー一族のねエリートですよ。スピード A ですからこれも期待ですね。はい、まあ、カレーパンね、アリントンミリオンステークスね、アーリントンミリオンステークス、違う、どっちでしたっけ、忘れてしまいましたけど、どうでもいいですね。はい、キラキラ星放牧中と、ルーリーがねこれ早熟なんでね、牝馬3冠かかってますけどどうですかね。あとそんなところですかね。出来すぎ系でね最初の G1 馬になったって言ってましたけどね、実は出来すぎ系でもすでに G1 取った馬がいるんですよね。爽やかさやかって言ってね、出来すぎくんの直後かな、牝馬なんですけど G1 取ってましたね。だから出来すぎ王が最初の出来すぎ系の G1 馬ではありませんね。申し訳ない。この馬がねスピード D でね、パワーも C なんでねなぜ G1 勝てたんだっていうね。さて始めていきましょう。サクッとね、キングジョージはレース最初から見ようかな。サクッとサクッとサクッとタララ。お、不良ババですか。これはちょっとね、日本馬にとってね海外の不良ババっていうのはちょっとね不安なところありますよね。想像以上に重くなるんでね、ババがね。まあリアルの方もね、里のダイヤモンドがフォア賞ですか、挑戦するみたいで、今週ですかね、来週ですかね、期待したいですね。ただサンデー系ね、ディープの子供がねヨーロッパの馬場に合うのかどうかっていう不安がねありますけどね。さて1番人気2番人気、青い弾丸が1番人気ですね。サイレンスズカもね前走高津記念で敗れてしまったんで、ひょっとしたら能力の方がね落ちてきてるかもしれません。パドック見ていきましょう。キングズベストあたりもね有名な馬ですよね。これはねサキーが8番人気、マジでこれはね強い馬結構出てますよ。カラニシとかもね G1 馬ですよね。ヤグリモンジュが3番人気ね。モンジュは4歳馬ね。だからモンジュが凱旋門賞を買ったのは3歳児ですよね確かね。エアシャカールが出てきたよね。エアシャカール確か惨敗したんですよね。リアルでも挑戦したんですけど、武豊ジョッキーはねおそらくサイレンスズカに乗ってるんでしょうね。違うんだ、サイレンスズカ乗ってますよね。はい、強敵もいますけどね、これ期待したいです。両方とも逃げですからね逃げ馬の共演と。不良馬場っていうのがねちょっと気になりますけど、まあ、期待したいですね。好レースを期待したいね。俺ほどもスタート良かったね。まあ、そろそろね、シーツバーの方もね、2016買いたいなと思ってるんで、何買いましょうかね。今2000年でしょ。やっぱり欧州三冠をね狙いたいんでね、アメリカ三冠、米国三冠、欧州三冠は取りたいんでね。このダートの方だったら何かいるかな。ダートででも米国三冠とか狙うんだったらやっぱり海外の馬買わないとダメかなね。欧州三冠だったら強い馬いますかね。思いつかない、ディープしか思いつかない。ディープは2004年でしたっけね。
ディープ買って欧州3冠狙うっていうのもね、まだ欧州3冠取ってないんで面白いかもですね、うん、お、サイレンスズカが前行ったね。武豊のね、積極的な騎乗。うん、ちょっと溜めてますね。青い弾丸の鞍上は、陰月の森かな、違いますかね。誰乗っけてたっけな、もう全然記憶ないですね久々なんで。さてサイレンスズカがちょっと突き放して、もっとまだよ、これ厳しいな、これな、あれモンジュだね、あれ2番手からすごい足できた、やっべやられたわこれモンジュに、手応え抜群や。これ完敗ですね、うん、青い弾丸もこんな完敗するとは思ってませんでしたね。やっぱり勝てないな、キングジョージはな、モンジュですね。うん、ちょっとね完敗ですね。うん、スピード S でも完敗ですからね、やっぱりこのモンジュのね壁は厚いな。うん、アゴちゃんあたりもねちょっと厳しいんでネクストでいきますね。まあ、どんどん進めていきましょうね。あのスイッチの方でね、あのウィポー2017出るみたいですけど、さすがにねそこまで資金がないんでね手が回りませんけど、なんかねチャンピオンジョッキーで作った馬を、違うわ、ウィポで作った馬をチャンピオンジョッキーで乗れるっていう話も聞いたんですけどね、うん、それはそれで面白そうな感じするけど、さすがに手が回りませんね。クイーンステークスね、シンビジウム2番人気、クエスチョンが1番人気なんだね。シンビジウムの鞍上には武豊ジョッキーはねもちろんいないのでね、どうなりますかね。ストレートハートはスピード S ですよ。お、もっとまだね、先頭はストレートハート、やっぱりストレートハートはスピード S だからね強いよね、うん、力が一番上な勝ち方ですねこれはね。やっぱり武豊ジョッキーじゃないとシンビジウムはダメかな、まあ、昔ね、去年は散々脆い馬でしたからね、まあ、最近はもう好調キープしてたんですけど、武豊ジョッキーがいなくなるとね勝てなくなるみたいな。これまあ強いよねストレートハートね。ただパワーが B なんでね、欧州遠征は向かないかなと思うんですけど、まあフランスはね坂がないって聞いてるんでね、フランス競馬ならひょっとしたら通用するんですかねストレートハートね。さてブランシュネージュデビュー戦ですね。これもいただいた名前でしょうね、おそらくね、もうあんまり覚えてないんだけど、早熟か、ダンシングデライトの子供ですよね。ダンシングデライトも名前いただいた名前なんでね、まあ、出来すぎようはちょっと厳しいと思うんだよな。うん、シンビジウム、まあ、報告出しましょうね。クエスチョンはまだ走れるよね、出しません、はい。ストレートハードも出さなくていいでしょう、はい。あ、早日でね、早く早秀の姿を見たいよね。こんなね可愛いお母さんがいたらね、息子はどう思うんでしょうね、うん、僕もね、あの甥っ子、息子はもう息子娘はいませんけどね、もちろんね結婚しないんで、甥っ子がいるんですけどね、まあ甥っ子男ですからね、姪っ子がいたらどうなってたのかなっていう、正直ね、なんかね娘とかいたらどうなんですかね、うん、持ってみないとわからないなと思いますね、うん、さて青い弾丸は放牧ですね、はい。やっぱり国内に行かせるしかないのかなこの馬な、凱旋門賞行かせたいけどね、ここ一番でね強さを発揮してくれませんよねこの馬ね、青い弾丸ね、まあ、BC ターフは取ってるんですけどね、凱旋門賞キングジョージでは結果を出せてないんですよねこの馬ね。スピード S ですよ、スピード S でパワー S ですよこの馬。サイレンスズカもね、凱旋門賞去年2着だったんですよね、まあ、このまま放牧出しましょうかね、凱旋門賞当選させたいけどね、うん、
ストレートハートあたりね、これ凱旋門賞挑戦させたら面白いんじゃないかなと思うんですけどね、ひょっとしたらね。もう一戦ぐらい使って新潟記念使いましょうか。これ勝って凱旋門賞行く可能性もあります。はい、うん、狙わせるかもしれません。なのでね、ちょっと一周ほぼ挟みますね。はい、まあ、それで行きましょうか。サクッとね、現在ね292億円ありますね。もうお金はね潤沢にあるんでね、金のお守りでね、なんか何かしら馬をね購入したいんですけど、この辺りはねネクソで、はい、さてブランシュネージね、なかなか綺麗な名前ですね。意味が全然わからないんだけど意味聞いてるんでしょうけど全然覚えてないな、ごめんなさいね。森ジョッキーね、陰月の森、これ強い馬だなね。え、ちょっと足の方がね、あのごめんなさい。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここあ、これ強いね。ブランシュネージュ、幅3馬身、後続の手ぶっちぎりや。2番手はエジロ、いやこれも走りますよね。うん、これぐらいぶっちぎったらやっぱり阪神ジュベナルフィリーズでも期待できますしね。これ牝馬ですよね。うん、これは強いね。うん、8馬身差と、まあ、ウォーニング3区なんでね、距離は持たないと思うんでね。森くんでね行きましょうね。まあ、早熟なんでね、ガンガンレースはね使っていきたいんですけどね。うん、それデキスギーオフね、一番人気ですけどそんな強い馬じゃないと思うんだよな、この馬な。レジェンドハンターね、レギュラーメンバーあたりね強くなりますからね、まあ、ダイジェストで見ましょうかね。うん、一応 G1 馬なんで。さあ得点に入りました。やっぱり厳しいでしょこの馬そんな甘くないですよね。あーでも来てるね、やっぱり根性あるのかなこの馬な。頑張れ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 、さあ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 、すごい根性やねこれはね。スピード D パワー C でこれだけ走ったらすごいね。2着でしょうね、おそらくね。勝ててはいないな。うん、あ勝ったんだ、すごいやこれはレギュラーメンバーとマイネルコンバートに勝ったんだ、すごいね何がこの馬をこんなね走らせるのかちょっと分かりませんね。このスピード D でパワー C で G1 勝つなんて今まであったかなっていうぐらい記憶にないですけどね。さてバレシウスあたりもね早熟なんでこれ落ちてきた可能性ありますね。能力ある馬なんですけどね、NHK マイルカップ勝ったんですよね。うん、まあ行きましょうね。グラスワンダーあたりもちょっと厳しいと思いますね。うん、うん、デキスギーオーあたりもね、シリウスステークスか、うん、やっぱりこの馬ねキャラがあるんでね、 G1 挑戦させたいよね。どんどん使っていきましょうね。南部杯取ってませんでしたっけ、取ってないんだよねこれね、まあ、スーパーできすぎでしたっけね、使いたいんでね。まあでもこの辺りオーバルスプリント使いましょう。坂本龍馬とか強いと思うけどね、やりましょうよ。ちょっと距離短いか、まあいいでしょう。はい、さてやっぱり人気ないな、バレシウスダメだな。あディクタットあたりね強いですよね。あリアル競馬の方もね、僕最近全然やってなくてね、よく聞くじゃないですか最近の競馬面白くないって言ってね。まあ、年齢もあると思うんですけどね、やっぱり
競馬が面白くなくなった理由っていうのもまああるわけでね、うん、両方だと思うんですけどね、年齢だけじゃないと思うし、競馬がね面白くなくなったっていうのも事実そういう面もあると思うんですよね、うん、だからね昔のようなね競馬に対する情熱をね取り戻したいという気持ちはあるんですけどね、競馬ゲームは面白いけどね、ゲームに競馬ゲームに対する情熱はねあるんですけどだからダビスターとかねスイッチ一応ねスイッチでダビスターって出る予定になってるんですよね、だからそれすごい楽しみだしね、今ウィポのねウィニングポスト9が出るってなったらねすごい喜ぶだろうしねまあでもリアル競馬から離れていったらねやっぱり競馬ゲームに対する興味を失っていくと思うんですよね、うん、まあ、今ただねスイッチ買ってしまったんで競馬にねあの回す投資じゃないな競馬に回すお金がねちょっと自利品なんでね、アルムタワケル一番人気なんだ、まだ走るのかな。秋の楽しみって言ったら何かな、やっぱ北サンブラックとソウルスターリングがね楽しみだなと思うんですけどね、ソウルスターリングただあまり人気ないのかな、ソウルスターリングってな、うん、やっぱルメールとか乗ってたらね悪いんだけど、日本人としてはやっぱり盛り下がるよね、やっぱりルメールとかデムルとかばっかりだったらね、勝ったね、まだ走るんだ、申し訳ないんだけどやっぱり日本人としてはルメールとかデムルばかりが勝ってたら盛り下がるね、うん、それは事実ですよね、だから相撲がねモンゴル人ばっかりになったら面白くないという人いますけど、まあ、同じことだと思うんですよね、うん、それはまあね仕方ないのかなと思いますけどね、さてエルムステークスね、スープカレーあたりはねもうダート戦線でねあのトップクラスの馬なんで、メイセオプラがね去年確かメイセオプラとねいい勝負してたんだよね、このスープカレーね、まあ、互角の存在なんでねこれ楽しみですね、エルムステークス。さあ直線に入りました、ここの直線は短い、ちょっと何やってんの、ダメだこれ、ダメですね、メスオペラだ、これ完敗ですね、成田ホマレ2着、スープカレーあたりね去年はねもう第一戦でね活躍してた馬なんでね、こんな負け方 してたらねいかんですよ、めっちゃバリバリなスピード C なんでねちょっと厳しいところがありますね、松山鉄平ジョッキー、もうこういう積極的なジョッキーにはね任せたいですね、はい、ただこのイベントってなかなか結果につながらないんですよね昔からねさてカレーパンね楽しみですね、横山のりジョッキーね、のりさんがずっと乗ってくれてるんですよねこの馬ね、もうデビューからねのりさんとのコンビってね、こういうねやっぱり馬とのねコンビねすぐ解消してしまうんでね、最近ねすぐ外人ジョッキーにねあの中馬が行ってしまうんでね、やっぱり面白くないなと思いますね、こういうねのりさんとのコンビ熱いですよ、サクッとタララやねデビュー戦これも楽しみですね、やっぱスキアネン3区なんだ、まあ、これ期待ですね、まあ、ローゼングルーヴあたりもちょっと能力落ちてきたんだよね確かね、さてグラスワンダがまだ頑張ってるんでねどうしましょうかね、まあ、放牧ですねとりあえずね、まあ、アメリカの方に行かせようかな秋はね、さてカレーパンね2番人気と、アーリントミリオンもねあの格式の高いレースなんでレベルは高いですよね、おそらくね1番人気は何だろう、ドバイミレニアムこれ強えわね、ドバイミレニアムって言ったらだから芝馬なんですかね、であとドバイワールドカップ走りましたっけこの馬ね、あまり記憶してないんですけど、
まあ、これもダイジェストでいきましょうね。ちょっとドバイミレニアムね、かなわないかもしれませんね。うん、最終コーナーをカーブして、お、刺してきたね、いい形で。さあ、さあ、さあ、でもやっぱり伸びない、伸びない。ちょっとね、バグに沈んだね。やっぱ強いわ、これも。ドバイミレニアム。そうですね。ミレニアムですからね、2000年ね。うん、うん、2番人気10着ではダメですね。サクッとしたらね、ちょっと今年は2歳馬期待できる馬多いんじゃないですかね、うん、なかなかね結構人気になる馬も多くて、これもグリグリですよ。これはボバーですからね、楽しみありますよね。武豊ジョッキーが乗ってくれてると、うん、サクッとサクッとサクッとタララ強えわまあ、ただ引き離せないね、うん、まあ、でも引き離した、よし。いや、でもスピード B かな、スピード B かスピード A かな、これは、うん、もうちょっとねスピード感を感じたかったんだけど、それほど伸びはなかったかな。小橋審査ね、武豊ジョッキーがねずっと乗り続けてくれたら嬉しいんですけどね。うん、ちょっと不安だな、これはな。スピード C かもしれない、ひょっとしたら、うん、これネクストでね、はい。やっぱやってたら面白くなるもんね、これウィッポとかね、久々やったらね、うん、面白いな、やっぱりな。やっぱチャンピオンジョッキーも楽しみですしね。チャンピオンジョッキーね、あの続きからね、あの PS3 版追加から始めようかなと思ったんですけどね、年代をね、あのどうしようかな、2011年から始めた方がいいですかね、うん、2009年から始めようかなと思ってるんですけどね、ちょっとまだ決めてなくてね、うん、ローゼングループ一番人気ですね、札幌記念、これもね見ましょう、ダイジェスト。だから PS3 版のチャンピオンジョッキーが2011年発売ですよね、確かね。だから2011年から先が、まあ、今回ね、新しい部分なわけで、やっぱり新しい部分やりたいですからね、やっぱりちょっと厳しいね、2着、テーマオペラ王と、ミッドナイトベッド、テーマオペラ王がね、僕のこのウィポの世界では活躍してませんね。強いんだけどね、ウィポではね、うん、テーマオペラ王ね。和田くんが成長してないからっていうね、なんかコメントがありましたけど、どうなんですかね。さて、狂気あたりもね、武豊ジョッキーがまたがると楽しみですね。狂気がね、ここまで成長してくるとはね、思ってなかったよ、うん。よし、行きましょう。うん、カレーパンはやっぱり国内専念かな。あ、世界頂上決戦はいいです。はい、いいです。はい。うん、カレーパンはね、まあ、京都大商店から始動しましょうかね。うん、2周開けましょう。まあ、そしてね、ちょっと予定を組んでおきましょうね。青い弾丸やっぱり、どうしようかな。3400m まで行けるんでね、メルボルンカップ行きましょうかメルボルンカップ取ってましたっけ、これは取ってましたっけね、メルボルンカップね。取ってなかったら狙わせたいなと。取ってないですよね、これ狙わします。はい、ハンデどれぐらい食らうかね、わからないんだけどメルボルンカップ行かせましょう。まあ、それ叩き台で どこ使うかね。うん、凱旋門賞はやっぱりサイレンスズカとね、あの牝馬のストレートハート出したいんですよね、まあ、京都大商店、まあ、これ楽しみだね、対戦面白いよね。ミッテイムオペラオとか、ね、成田トップロードとか、これ出そうか、うん、サイレンスズカは
凱旋門賞行かせます。はい、まあ、ちょっとでもこれローテ苦しいな。まあ、出しましょうね。まあ、ぶっつけでいいですかね。俺かまあちょっと外しましょうね。もうこれでいいと。ローゼングループあたりはね、どうしましょうかね。まあ、府中牝馬ステークス行かせましょう。スープカレーは遅めだから能力が落ちてきたってことはないですよね。去年あたりね無双してましたからね。ちょっと今年のね成績っていうのは物足りないんですけど、この馬はやっぱり、この馬はやっぱりね南部杯行かせましょうよね。南部杯取ってないんで G1 やっぱり全部取りたいんでね、南部杯行かせますね。めっちゃバリバリあたりは行かせませんよ。この辺りはね、あのシリウスステークスが合うと思うんですよね。まあ、行きましょうね、サクッと。3番に結構人気ありますね。ライバルもね強烈だと思うんで、モンジュー出てきた。これモンジューに勝ったらねどうしますかね。こいつを狂気を凱旋門賞に連れていくという手もありますよね。空にしね、これちょっとレベル的にはキングジョージと変わらないレベルなんでね、まあ、これ楽しみですね。どこまでやれるかね、狂気が、叩き上げの狂気がどこまでやれるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はちょっと外からね、差し込え差し込え、さてちょっと後ろが伸びないか伸びないか、やっぱりモンジュ強えわ、差し込え差し込え、やっぱりレベルが違うんだな、やっぱりな、モンジュは強いですね。エレクトロ急所ニストもこの世代ですよね。ちょっといないのかな、あ、エレクトロ急所ニストはあれもハーツクラインの時か、もっと後ですね。さてロイヤルダンスね、これ期待してるんでね、2歳戦ですけど勝ってほしいですね。まあ、ダンスフレームね前走敗れてるんでね、強敵ですよね。メジロベイリーあたりも強敵ね、鷹の帝王、このあたりに勝てばね朝日杯が見えてくるんですけど、まあ、ダイジェストでいきましょう。一番人気ですね。ちょっと内で回れてる、内から抜け出し来い。まあ、でも手応えはねありますね。オッセン取り立った。今回はね強い競馬見せてくれてますよ。ダンスフレームはねダービー2着馬ですからね、やっぱり勝負強いよねこのダンスフレームはね、勝てないわ。まあ、でも賞金ね加算したんで、はい、まあ、これでオープン入りですね。ダンスフレームやっぱり強いなね。ブライアンズタイムサンクね、ブライアンズタイムサンクなのに菊花賞ではね距離が長いと言われてね、武豊ジョッキーが追い込みをするんですよね。あれどうなんですかね、あれはちょっと納得がいかないっていう方もね多かったんじゃないかなと思うんですけど、ダンスフレームでもね安田記念でも走ってましたし、やっぱり距離短い方が合うんでしょうね、おそらくね。ボケが短距離ケットなのよくちょっと知らないんですけどごめんなさいね、誰か調べてくださいね。サボテンの花、まあ、この辺りもネクストできます。はい、さあそろそろ時間ですね。これねあまり今回進んでないんだけど25分ぐらい経ってるんでやめないといけませんね。2016の方もねどんどん進めていきたいんですけどね、やっぱりもっと投稿ペースを上げた方がいいのかなね。そんな忙しい生活をしてるわけではないんでね、本人のあたりもトロットスターあたりが出てきたら強烈だよね。
やっぱりチャンピオンジョッキースペシャルがね出たらね、それ中心になると思うんでね、トークペース上げないといけないかな。やっぱり強いね、トロットスターね、切れるからね、この馬ね、スプリント戦でね33秒台の足っていうのは今でこそ当たり前でしたけど、トロットスターってやっぱり切れましたよね、スプリント戦でね。この辺りから上がりがね早くなってきたのかな、スプリント戦もね。ひごもっこすあたりもねデビュー戦ですのでね、下回ってないね、サクッとタララも期待です。もうちょっとやりたいんだけどね、25分でやっぱりやめた方がいいと思うんだよね、あまり長くやってもね、あの長すぎると思うんで、新規の方には特に長すぎると思うんでね、まあ、というわけで今回ねこれで終了します。はい、ロイヤルダンサーは放牧ですね。ウォーキングマシンの工事が終了しましたと。はい、それではね今回終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。